東海秋祭りで5回目の参加になります。先ほどご紹介いただきました通り、私たち日本ど真ん中祭りを中心に活動しておりまして、今年の8月に行われたど真ん中祭りで、優秀賞、昨年のど真ん中祭りでも同じくファイナルコンテスト進出優秀賞という、成績をいただいております。今から踊らさせていただく作品なんですが、私たちの住む名古屋市が誇る、三英傑というものをテーマとさせていただいております。三英傑と聞いてこの愛知県内にお住みの方だと、割と想像がつく方が多いかと思うんですけども、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人の武将のことを、三英傑と呼んでおりまして、名古屋祭りを中心にですね、大変よく親しまれております。今ちょうどですね、この真ん中に立っている、赤い衣装の人物がですね、織田信長をモチーフにしておりまして、この後ですね、豊臣秀吉、徳川家康の3人、出てまいりますので、ぜひ応援していただければと思います。ちょっと曇ってきてですね、皆さん、お客様も私たちもですね、ちょっとテンションが下がりがちになってしまうんですけども、大きい声出して、戦国時代の、勇ましい姿を表現できればと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。神楽、永遠の栄冠、志、立身、太平の世へ。国を太平の世を築くために。
し、いつ、やさか、この命、叫ぶのだ！ほう。たくさんのお客様、たくさんのご声援いただきまして、ありがとうございました。